境ヶ浜マリーナマリンパーク。境ヶ浜は、広島県をのみちし、浦崎町と沼熊郡沼熊町にまたがる地域に、かつて存在していた総合リゾート施設である。水族館などは1999年に閉鎖され、2015年、現在は、境ヶ浜マリーナとして、リゾートホテル、ベラビスタ、境ヶ浜の付属施設として運営されている。1980年代に、 中国地方でいくつか計画されたマリンリゾート開発の一つで、これに1987年総合保養地域整備法施行後計画された瀬戸内中央リゾート構想の一つとして整備が進んだマリンリゾート施設である。1989年4月、海と島の博覧会に合わせて2会場。もともとこの地は名前もない砂浜で、 沼熊郡と尾道市の境にある浜から、境ヶ浜の名がついた。尾道市や沼熊町、常石造船、通産省の外郭団体の産業基盤整備資金などの出資で設立した第三、セクター、瀬戸内海中部開発が運営した。常石造船は、資本金2億5000万のうち8300万円を出資し、施設のうちの人口等、 フローティングアイランド部分を経営したが、陸上部分の施設と客船は、同じ常石の堺が、浜マリンクルーズが運営した。尾道市と沼熊町は3000万ずつ、産業基盤整備基金は6000万出資した。約5200平方メートルの人工島、フローティングアイランドは、海に浮かぶギリシャパルテノン神殿をイメージして、常石造船で作られ、夜間はライトアップされた。 水族館を中心に人工海浜、マリーナと入場口のある管理棟にフィシャーマンズワーフと海博物館等からなる。マリーナと水族館を結ぶ桟橋には大砲を積んだ小舟が経流され、大型船、サウンズ・オブセトでのクルージングも楽しめた。以前からこの地の高台にあった、常石グループのリゾートホテル、ベラビスタ、坂、常石造船では、グループの スネーシリサーチデベロップメントが担当した。この場所は、尾道市、福山市内の双方から交通の便が悪く、唯一の道路、広島県道389号、草深古島津永線も、全般にわたって、境外道路であり、観光バスが簡単に行ける場所ではなかった。水族館の入場客は初年度27万人で、あったが1997年度は15万人に、 落ち込んだ。施設として赤字となったのは1997年度が初で、あった1998年3月までに1億2300万円の累積赤字となり、瀬戸内海中部開発はマリンパーク、境ヶ浜としての事業継続が困難と同年5月に判断、尾道市や沼熊町もこれを議会で承認し、閉鎖の方針が決定した。 1999年により、金融機関から借りた借入金12億円の返済が始まることも懸念された。この判断には、常石造船経営陣の、このままでは赤字を積み重ね、損失補填に余分な金がかかる、行政に負担を求めれば、税金の無駄遣いにもなる、企業が責任を持って引き継いだ方がベストだなどの意見が影響したとされる。尾道氏は、 2000年の島並海道開通を睨んで事業継続を希望したが、尾道市として新規の増資はできなかった。水族館は海外に売却、借入れ金の返済に充てる提案があったが、実現しなかった。施設への道路整備が遅れたことが経営不振の原因の一つとして挙げられた。営業時間は午前9時から午後9時で入場料は大人1300円、中学生。 以下800円であった。1997年8月17日以前は午前9時から午後10時、入場料とな2000円中学生、以下1000円だった。1998年度の入場者数は10万人であった。1999年8月31日、瀬戸内海中部開発は解散し、株式は筆頭株主の常石造船に譲渡された。 水族館は閉鎖された。境ヶ浜マリーナの送風カフェ。2015年現在はリニューアルして、別名で営業中マリーナは、常石グループによって、継続運営されることとなった。借入れ金12億円は、常石グループが引き継いだ。2015年現在は、常石ホールディングスの子会社、常石 LR 株式会社が運営している。小型船舶操縦士免許教室等も、 開催されている。2012年より、アクティビティコンシェルジュが、マシンスポーツの提案を行うシステムが導入された。常石造船で建造中の船を間近に見る、探検、造船工場クルーズ等のコースが楽しめる。2012年5月には、全国で15カ所目となる、海の駅に指定された。海の駅としての名称は、境川、真海の駅。境川浜マリーナを起点に、 水蒸気が運航されている。機体はクエストコディアック100水陸両用機である。運航は株式会社瀬戸内シープレインズが実施し、操縦士はアメリカ国内で訓練を行っている。コディアック100は不要までに530メートルの水上滑走距離を必要とし、高度15メートルを得るには、さらに180メートルの距離が必要となる。瀬戸内シープレインズには、 大手航空会社、航空局、海上保安庁出身者が多いとされる。離着水の水面としては、境ヶ浜マリーナと沖合の100との海域が設定されている。2016年4月2日から事業開始し、当初は2機で遊覧飛行を行い、その後2機を追加して、関西国際空港等からの瀬戸内、観光客の輸送やチャーター飛行などを検討するとされている。 パイロット以外の乗客4名だと、ドーマリーナを中心に、札幌、沖縄まで飛行でき、乗客9名でも、関東や種子島まで飛行できる。閉鎖後も残る、水族館の施設跡マリンパーク、境ヶ浜2015年12月旧水族館を、改造中正式な名前は、フローティングアイランド、水族園。マリンパーク境が、浜のメイン施設だった。 岸から200メートルの沖合の海に浮かび、マリーナに経由されている人工島。いわゆる鋼鉄製のメガフロートで内部に長さ30メートルの水中トンネルを備えた水族館があった。マリーナに対する防波堤としても機能している。トンネル内部はアンダーウォーターワールドと呼ばれ、水量約1000トンの水槽に約260種3000匹の魚が泳ぎ、 動くベンチに座りながら海中散歩を体感できるようになっていた。立体映像も楽しめた。上部は海上公園として整備され、白く塗装された30本の鉄管を塔のように建てて設置し、ギリシャ神殿場の外観となっている。鉄管の森の中には空中歩道が整備されていた。マゼランペンギンが集うペンギンハウスや人手や貝などに、 直接触れることができるタッチングプールや展望鏡などもあった。3匹のイルカによる勝負を行われていた。夏には沖合で海上花火大会が行われた。1999年8月31日に閉館。その後はマリーノの渓流施設、消波堤とされていたが、2015年より上部の30本の鉄管や空中歩道を撤去して、 水蒸気の経流場として改築が進められている。センターハウス2階にあり、広島市在住の海コレクターの十数万点の寄贈品の中から厳選された世界の気象外の備品数千個を展示していた。水族館などとともに閉鎖し、その後はマリーノの管理棟として使用された。当時国内最大規模のレストランクルーズ船。もともとこの船は国鉄の宇航連絡船。 トサマルで、1988年、航路廃止に伴い常石造船が買い取り、クルーズ船に大改造された。島並ロマンチッククルージングとして、当初は、境ヶ浜から瀬戸内海の島々を巡り、諸悪諸島の吉間を結ぶ航路だったが、前日の理由によりここでは、客が少なかったため、小道に四五所岸壁を出港し、境ヶ浜を経由。 たたら大橋の下をくぐり島並み街道をめぐり、尾道へと寄港する航路となった。戦場映画館にて尾道を舞台とした映画、あの、夏の日を先行公開したりもしている。その後尾道からの航路も客足が伸びず、チャータークルーズとして全国に借り出されるようになる。1999年10月に営業停止。その後は、インドネシアの船会社に売却され、 マブハイヌ・サンタラという名称となった。ちなみに1995年半身、淡路大震災の時、常石造船の子会社、甲子園高速フェリーとの関係から救済に向かうこととなり、波港に停泊し避難宿泊施設として使用された。映画の街、小道、常設オープンセットのある魅力の里セット村が近くにあるため、テレビドラマや映画のロケーション撮影の場として利用された。 ありがとうございます。